朝からの両者がついに相まみえる。どっちも強そうですね。手加減しない。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。どっちも強そう。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。どうなる。壁から逃さないことを優先して制している。だいぶ有利な状況ですね。手を出し合った両者、ここからどう動く。いやー、どうだ。あと少し。投げるにはやや遠かったか。見てる我々にも伝わるほどのいいリズム。これを止めるのは難しそうですね。いやー、強すぎるよ。でもまだわからない。手の位置はある程度見えた。両者は今何を思っているか。いやー、どうなるんだろう。ここでバーンと。頑張れ。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。どうなるんですかね、ここから。2人ともやる気満々だ。さあ近距離の攻め合い。そしてプレイヤー1、わずかな体力だがドライブできれば勝機はまだある。体力差ある。ここでゲージを使っていく。今の完璧。このタイミング、この体力はクリティカルアーツになる。全てのゲージをダメージに変えて決着に迫る。ドライブラッシュか。オーバードライブアーツ、ここからチャンスになるか。バーンとする。逃げている。ここでフィニッシュ。決まった。両者かなり動けていた試合、どう見ましたか。両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。よろしくお願いします。実に光栄です。ラウンド1、注目のファーストラウンド、何が起きる。かっこいいとこ見たいです。中断を読んでいたか。さあ試合は序盤、どう崩していくか。ここからどう攻めるんですかね。さあ壁まで追い込んだ。どうなる。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。このまま押し切るんでしょうか。ここで飛びが通る。いやー、どうだ。ここは投げを見せてガードを崩す。ナイス KO。 おー、最後まで噛み合ったラウンドとなりました。ここからどう展開しますかね。いやー、強すぎるよ。でもまだわからない。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。いやー、どうなるんだろう。ストーリーボールからプレイヤー2、体力的には優勢。結構リードしてる感じですね。追い詰められてしまった。この感じは名勝負の予感がします。捕まえて投げ飛ばす。いいですね。ここでバーンアウト。プレイ対空、端からは出さない。すごくいい天才。さあこれは痛いぞ。さあ壁際のバーンアウトしている。いやー、頑張れ。ついにベールを脱いだ特殊部隊デルタレッドの大義、デルタレッドアサット。いったれいったれ。これはもう対応が対策に昇華している。あそこからの逆転は痺れますね。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。なんかワクワクします。さあファーストラウンド、注目していきましょう。どっちも強そう。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。どうなる。どう出る。プレイヤー1、ここでドライブゲージが突きかけているが、プレイヤー1まずは体力をリード。だいぶ有利な状況ですね。どうなる。投げ抜けの間合い、相手の策は読めている。崩しは通用しないか。天才か。仕切り直す。プレイヤー1、さあ追い詰めた。何か狙ってるんですかね。これはここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。あと少し。
っこいい。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。さあ次のラウンドも見ていきましょう。TC を使ったコンボルート捕まえて投げ飛ばす。いいですね。いいよいいよ。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。この感じは名勝負の予感がします。攻めのドラ。ちょっと何ですか今の。タイミングが合っている。チャンスになるぞ。中足が刺さる。捕まえて投げ飛ばす。ここはバックスで選択で濁す。いけるよ。集中集中。反撃はガード。クリティカルアーツを選択。今の完璧。決まった。こうなれば全てジェイミーの手のひらの上。月が裁縫。これは抜け出せない。もはや鳥かご。このまま勝ち切ったらかっこいいですよね。ここでフィニッシュ。決めてった。ナイス。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。めっちゃいい試合。両者同じキャラクターを選択。プライドと愛情が試される一戦。負けられない戦いが始まる。飛躍がこっちまで伝わってきますね。さあ開幕。両者はどう動くか。ビシバシやり合ってるところが見たいです。ジャンプからの攻撃は許さない。すごい。さあラウンドはまだ序盤。ここからどう攻めるんですかね。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。どうだ。壁に押し込んでいく。どうなるどうなる。バーンアウトした。頑張れ。どうするどうする。プレーオーまで。綺麗に決まりましたね。実力差が感じられたようにも見えましたが、ここからどうするかですね。ちょっとこれ強すぎじゃないですか。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。一瞬の油断が命取りですよね。序盤の主導権はどちらが握るか。どちらが先に仕掛けるんですかね。時間だけがゆっくり過ぎていく。お、どうなるんでしょうか。なんとかして触りに行きたいが、間合い取りが絶妙。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。いいのが入りましたね、今。足元を狙っているか。下から打ち抜いた。ナイスナイス。バーンとしている。 SA にゲージを回す。使っていくか。今の完璧。レベル3選択。ゲージを大胆に使っていく。慎重ですね。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。プレイヤー1、有利なゲージ状況をうまく運用できるか。中足、頭上がガラ空き。追い詰めたこの状況。腕投げが決まった。すごすぎ、天才。ここでバーンアウト。逆境を覆す集中力、研ぎ澄まされていた。あそこからの逆転はしびれますね。ファイナルラウンド、最後に笑うのはどっちだ。どうなっていくんでございましょうか。上は絶対に通さない。いいですね。ギアはもう上がっている。立ち上がりから突っ込むか。心理戦にも注目していきたいです。確実にお互いが削れているぞ。プレイヤー1、このが投げる。すごくに天才。これは相打ち。